そろそろ君も気づいていることだろう。我々が連邦に到達したのは偶然ではないことに。ここに来たのはパラディンダンスの偵察チームが記録した他に類を見ないエネルギー数値のためだ。スクライブたちによれば、この数値はインスティチュートにしか達し得ないレベルのテクノロジーの存在を指し示している。この情報が明るみに出たその瞬間、我らがなすべきことがはっきりと見えたのだ。インスティチュート及び人造人間誕生の原因となった全ての者たちを取り除かなくてはならぬ。いかなる犠牲を払ってもだ。目的を果たすにはインスティチュートの本部の位置をつかむ必要がある。スクライブたちには慎重を期しつつ連邦中を調査させていたが、全ては無駄足に終わっていた。納得のいく説明があるとしたら、奴らは地下に潜ったというものだけだ。そこで君の助けを借りたい。この設計図を見てくれないか。バージルという名の科学者がこれを使えばインスティチュート内部に入れると言うんだ。この設計図はプロクター・イングラムに見せるといいだろう。それはそれとして、装置の製作相手に POS を選んでくれて嬉しく思う。さて、好奇心を満足させてくれないか。なぜそんなにインスティチュート内部に入りたいのか教えてくれ。奴らが息子を誘拐したと考えているんだ。インスティチュートは目的のためには弱者を食い物にするからな。協力して奴らに罪を償わせよう。プロクター・イングラムを呼んで概要を伝えておこう。空港へ出頭してすぐにプロジェクトに取り掛かってくれ。パワーアーマーを大事にしてちょうだい。そうすればどんなことでも切り抜けることができるわ。エルダー・マクソンからシグナルインターセプターの製作に手を貸してくれると聞いた。どうやら今ここではあなたが決定権を持っているようね。分かったわ。で、その新しい装置で一体何ができるの？インスティチュートは出入りにテレポーテーションを使っている。この装置で信号をハイジャックして俺を代わりに送り込む。テレポーテーション？暗号化された高周波による分子中継？そいつは天才ね。これで連邦のあちこちで変則的なエネルギーの値を感知していた理由の説明がつくわ。壁から兵隊たちが出てきた方法については言うまでもないわ。そしてこの美しい装置が文字通りリターン信号をハイジャックしてくれる。予定していたターゲットの代わりにあなたを捕まえる。感動ものね。はあ、専門的なことを知ってるんだな。まあね、ここで詳細まで理解するのは難しいけど、安定型リフレクタープラットフォームから作り始めるのがいいと思う。貨物層いっぱいの高品質金属が必要になるけど、この空港にはかなりの素材があるはず。このプラットフォームを作るのに必要なもののリストをもらえるか？もちろん、必要な部品のリストよ。それとシグナルインターセプターを動かすために大量の動力源が必要になる。生まれたんじゃなく作られたっていう理由だけでみんなを消そうとするな。ベルチバードでバラモンをつくまでは生きてるとも言えない。この角度はテクノロジーの宝庫がここで眠っている。何か必要ですか？プロクター・イングラム。プラットフォームの製作はうまくいってる？バージルの計画の残りも分かったか？スイッチを入れたら分かるわ。必要なものすべてのリストよ。一部はチンプンカンプンだろうから質問を受けるためにそばにいるわね。これが実際どう動くのか説明してくれないか？バージルのノートによればシグナルインターセプターを完成させる構成要素は4つある。最初は制御コンソール。コードシーケンスを入力して信号を処理する。
これは簡単よ。第2に中継アンテナ、これは装置の名でいうインターセプターの部分ね。スキャンして必要とする適切な周波数をつかみ取るの。第3、そして最も複雑なのが分子ビーム射出装置、これは転送のために物質をエネルギーに変換することができる。安定型リフレクタープラットフォームは製作済みね。これは分子ビームを集中させて反射するの。ああ、忘れる前にもう一つだけ。構成要素はつなげて、すべての部品を一つの送電網にまとめる。そうしないとうまく動かないわ。助けが必要なら呼んで。向こうの製作現場で調整や計算をしているから。うまくいくといいわね、ナイト。というか、どちらもこれが必要になるでしょう。収集しているデータは何かの役に立つのでしょうか。で、グールがバーに入ったんだ。バーテンダーが前世紀にはこれ全部見ると楽しかったんだろうな、うん、いいね、新鮮な人間を知ってる。見事な働きだ、ナイトよ。シグナルインターセプターは完成したようだな。試す準備はできているか。もちろん準備 OK だ。君の自信は我々全員にとっていい刺激になる。とは言ったものの、インスティチュートのテクノロジーを直接調整しようとしたのはこれが初めてでね。スイッチを入れたら何が起こるか正確には分かっていないのだよ。万事うまくいけば君はインスティチュートの中にいて任務を続行できるという結果になるだろう。任務の詳細は？よくぞ聞いてくれた。では心して聞いてもらいたい。一旦インスティチュート内部に入れば互いに連絡は取れないだろう。すなわち今から私が言うことを全て覚えておくことが重要になる。およそ10年前のことだ。 BOS はいくつかの計画を支援するためキャピタルウェイストランドで市政の科学者の募集を始めた。その過程において我々はドクターマジソン・リーの協力を得ることができた。核工学の分野では著名な人物だ。どうやってドクター・リーと知り合った？彼女はキャピタル・ウェイストランドで行われていた民間計画の一員だった。 BOS が陰で深く関わっていたものだ。残ることを納得させるのはわけもなかった。故に我らの大義に対するドクター・リーの貢献はキャピタル・ウェイストランドの秩序を維持する上で極めて有益なものだった。だがしばらくして彼女と BOS との間に不和が生じ、結果連邦へ亡命することとなった。インスティチュートと接触しようという意図があったことはほぼ確実だと考えている。どんな不安が生じたんだ？ BOS と共に働いてはいたが、彼女は正式にスクライブとして加わることは決してなかった。キャピタルウェイストランドの安全が確保された後、彼女は BOS が引き続き軍を駐留させたことに異を唱えた。
我々が当然立ち去るものだと思い込んでいたようだが、それは誤りだった。やるべきことは単純だ。インスティチュートに潜入したら直ちにドクター・リーの居場所を探し出してほしい。そして生存が確認できたら彼女と接触し BOS に戻るよう説得してくれ。我々は今特別な計画に取り掛かっている。それには彼女の目配りが欠かせないのだ。彼女の力が必要な計画とは何だ？ドクター・リーはかつて BOS のために強力な武器を開発していたのだ。彼女には去った時と同じ部署で仕事を続けてほしい。今言えるのはそれだけだ。よく聞きたまえ、ナイトよ。闇雲にインスティチュートに潜入することで君が自身の命を危険にさらしていることは私も重々承知している。今はただ任務に集中するのだ。奴らから何を言われようとそれを揺るがせることがあってはならない。幸運を祈る。散歩日和だね。まともな部品もまだここいらに転がっている。全てを再点検した。シグナルインターセプターの稼働準備はできていると思う。あなたはどうなの？やるか。分かった。プラットフォームに向かって、あとはロックオンできる信号が見つかるかね。やるのやらないの、心を決めて。さて中継アンテナのダイヤルは合わせた。ビーム射出装置は温まっている。準備完了のようね。信号のスキャンを始めるわね。指を交差させて祈って。コードを入力します。電波障害とゴースト発生がひどい。確定するまで 1,2 分かかりそう。ところであなたが行こうとしている小さな旅だけど、インスティチュートと彼らの企みについて私たちと同じくらい知識を得る良い機会になりそうね。このホロテープに優秀なプログラムを入れておいたわ。彼らのネットワークをスキャンし、見つけたものをダウンロードしてくれる。向こうのターミナルのどこかに入れれば残りの仕事はやってくれる。私に持ってきてくれれば発見したものを理解できるかやってみるわよ。これはこれはどうやら勝ったようね。高周波が完全につかんだ。射出装置に傾斜をつけて。 60% 80%。 射出装置が急上昇しているけど安定している。あとはスイッチを入れるだけ。射出開始まで3、2、1。みんな安全確保。ようこそ。よくここに来ることができたな。頭が切れるようだ。私はファーザーの名で知られている。インスティチュートは私の指導のもとにある。あなたがここにいる理由は分かっている。二人で話し合いたい。エレベーターに乗ってほしい。聞いたこと、あなたが我々について思うことを私は想像するだけだ。私はあなたが我々に持っている印象が間違っていると証明したい。インスティチュートへようこそ。これがインスティチュートの現実だ。この場所、この人々、我々がしている仕事。100年以上もの間、我々は人類の生存に
この身を捧げてきた。何十年にわたる研究と数えきれない実験や試験、未来を形作る上で科学がどう役に立てるかについて共通のビジョンができた。簡単ではなかったし、我々の行動は往々にして地上の人々に誤解された。いつの日か多分我々は達成したことを見せられるだろう。だが今は地下に潜ったままでなければならない。ここではあまりにも重要なことが多く、全てを危険にはさらせない。見ての通り地上の物事は不安定だ。我々にできることについて話をしたい、あらゆる人々のために。だがそれは後でもいい。ここには特別な、非常に個人的な理由でいるのだろう。息子のためにここに来たのだろう。ショーン。あ、そうだ、僕はショーン。ショーン。ああ、神様、本当にお前なのか。誰なの、ショーン。アーサー、どういうことなの。何が起きているの。パパだよ。そう、どういうこと。父さんだよ。ファーザー、来たんだよ。ファーザー、ショーン。知らない人だ。大丈夫だ、ショーン。あっち行って。父さんはここにいる。ファーザー、助けて。誰かここにいるんだ、助けて。ショーン、お願いだ。落ち着いて、そこから出してあげるから。ファーザー、ファーザー、助けて。さらわれちゃうよ。ファーザー、ファーザー、助けて。ショーン、S923 リコールコードシーラス。驚いたが落胆もした。子供の反応は予測と全く違っていた。その子は試作品だ。わかるかね。非常に感情的な刺激の影響を研究し始めたばかりなのだ。広い心で見てほしい。あなたが感情的なのも、ここへの旅が困難に満ちたものであったのも承知している。改めて始めよう。私はファーザーだ。インスティチュートへようこそ。ファーザー、それが名前なのか、称号なのか。ファーザーは非公式な称号だ。インスティチュートの人々にとってそういう意味を持つ存在なのだ。息子にとって、ショーンにとって、あなたが持つ意味と同じように。話を簡単にしてやろう。息子はどこにいる。インスティチュートの中にいる。思ったよりも近くに。だがこれを理解してもらいたい。状況は想像よりもはるかに複雑なのだ。あなたは非常に遠くまで旅をしたし、随分と苦しんだ。息子を見つけるために、その粘り強さと献身は報われ、これだけの時を経てようやくあなたに会えてよかった。私だ。私がショーンなのだ。私があなたの息子だ。本当にお前なのか。これだけの時を経て。そう、本当だ。ボルトでは時の経過の概念がなかった。あなたはポッドから放たれ、失った息子を探しに出た。しかし、それから息子がもう乳児ではなく、10歳の少年であると知った。それで10年が経過したと信じた。それが10年ではなくて、60年だったと認めるのは、そんなに難しいことだろうか。それが現実なのだ。それでここに私がいる。インスティチュートに育てられ、今はそのリーダーだ。だがなぜ、なぜ子供をさらった。なぜお前を。ああ、今の問題はそこだな。なぜ私を。当時2227年、インスティチュートは
人造人間製造において大きな一歩を踏み出した。しかしそれはまだ全く十分ではなかった。科学的な好奇心と完全という目標の追求が彼らをさらに前進させた。彼らの望みは完全な機械だった。そこで彼らは当時最高のお手本を追いかけた。人間だ。歩き、話し、有機的に完全に統合された何でもできる存在。人造人間？本当に？人間もどきの人造人間だ。大きな違いがある。インスティチュートは合成有機物を作ろうと奮闘していた。最も論理的なスタート地点はもちろん人間の DNA だった。当然のことだが、利用可能な DNA は山ほどあった。だがどれも欠損していた。このウェイストランドでは誰もが放射能の影響を受けていたのだ。地上の世界から自分たちを守ろうと試みはしたが、インスティチュートのメンバーも影響を受けていた。他のサンプルが必要だった。しかしその時インスティチュートは私を見つけた。ボルト111の記録を発見した後のことだ。乳児で汚染前に冷凍され、連邦の人間全員の細胞を蝕んだ放射線突然変異から守られていた。私はまさしく彼らが必要としていたものだった。そして私の DNA が合成有機物の基礎となり、今日目にする人間もどきの人造人間を創造するのに使われたわけだ。私は彼らのファーザーなのだ。科学を通じた家族なのだ。人造人間、私、そしてあなたが。そしてお前はずっとこの地下にいたのか。そうだ。質問があるのだろう。理解の助けになるのなら、答えられることには何でも答えよう。母親はお前の成長を見られなかった。そう。母に起こったことは、もちろん私は事件の記録を調べた。母の死は不幸な巻き添え被害のように思える。巻き添え被害？お前のために起きたのにそれだけか。あなたにとってはほんの少し前のことだということを忘れていた。直接の記憶はないが、生涯かけて喪失感に向き合ってきたのだけは確かだ。簡単なことだったと思うか？もちろん違う。だが前に進み、自分の人生を生きようと努めてきた。長年の間、両親が誰かと疑問を持つことはなかった。自分の状況を受け入れ、そういうものだと生きてきた。年を取るにつれて後悔が募り、あの時もしと頻繁に自問した。しかし今重要なのは、あなたと私に再び始めるチャンスがあるということだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。ケロク、彼はお前のために働いたのか？ケロク、彼は私がここに来るずっと前からインスティチュートの財産だった。そして責任者になるまで彼のやったあらゆる仕事を知ることもなかった。彼がどういう男だったかも。あの男がサイコパスなのは知っていて、それでも奴を利用したのか？連邦で自由に行動させるのを喜ばしく思っていたはずはない。だが少なくとも手綱を短く持ってさえいれば、巻き添え被害は最小限に抑えられた。インスティチュートはケロッグの残忍な性格を利用した。それは率直に認める。インスティチュートの技術が彼の命とその能力を伸ばし、普通の人間の寿命をはるかに超えさせた。彼がインスティチュートの仕事を失敗することはなかったが、目的を遂行するたびに残虐性が明らかになった。嘘はつかない。あなたの道が彼のそれと交わったのは偶然ではない。道が重なることであなたは
私たちはある程度の復讐を果たせたようだ。あなたの心を慰めるために何か他に言えることがあるだろうか。つまりお前がインスティチュートの責任者なのか。私は今や実質上の責任者だ。ここに達するまで何十年も費やした。この責任をとても重く受け止めている。インスティチュート、重要な組織だ。実際人類の未来のための最高の希望なのだ。たとえ地上の人々が我々をどう思おうとも。だが責任者、どうしてお前が。明らかにその地位に最もふさわしかったからだ。私はこの壁の内側で人生を過ごし、インスティチュートの他のメンバーと同じく科学に身を捧げた。懸命な働きが報われたのだ。結局連邦には我々を恐れる理由は何もない。あなたが何を見たり聞いたりしようと、そのことは納得できると思う。少し時間が欲しい。我々にはもっと話し合うことがある。だがインスティチュートはあと少しで重要な進歩を遂げるところだ。あなたの存在は私たちがそこに達する上で評価されるだろう。私はここでは驚くべきことの一部だった。自分自身とインスティチュートの人々のために生命を作り出す手助けをしてきた。そして今、長い年月を経て、あなたもそれを手助けする機会を得ている。そそられないだろうか。それこそあなたのやりたかったことなのではないか。ここに留まってほしいのか、インスティチュートに。そうだ、そう提案している。想像するのは難しいだろうか。インスティチュートは地上よりも良い生活を提供できる。あなたは連邦を旅しどんな様子なのか見てきた。私たちと過ごす方が幸福なのは保証する。なぜそんなことが言える。あれこれやらかした後で何だってあの人々にそう冷淡になれるんだ。なぜならそれが純然たる真実で、あなたにもそれが分かっていると信じているからだ。私が聞きたいのは、インスティチュートに私にチャンスをくれないかということだ。話してきたことを証明するチャンスを。我々は本当に人類を心から思っている。そのチャンスをくれるのか。わかった、ありがとう。インスティチュートは今私の家であると同時にあなたの家となった。どうか時間をかけて馴染んでいってほしい。一緒に働く人々に会ってもらえないか。部長たちに自己紹介するといい。設備部のドクター・フェルモア、 SRB のドクター・アヨ、それからバイオサイエンス部のドクター・ホルドレン、最後にアドバンスシステム部のドクター・リー。もちろんあなたの到着は知っている。彼らに会ってそれから次にやることを話し合おう。